目が痛い。目が痛いよ。こんばんは。なんか前髪がめっちゃ微妙。本当に毎日してるので今日はありがとう、お疲れ様、早速来てくれた、嬉しい、ありがとう、本当に楽しかったです。結婚はちょっと今日はね、あの幕張から帰ってきたところなので、やっぱそんなすぐにはできないです。ハートありがとう、シュークリームありがとうございます、2日間ありがとうございました、ありがとう、いっぱい会えましたね、嬉しかった、パチパチ。ケーキありがとう。ジャスチューだからごめんね、ダーディーダダダーディー。レイパーの I love you。シュークリーム。飛行機で帰ってきた。お疲れ様。こちらこそありがとう、本当に。もうやっぱり朝は時間なくて、なんか昨日はまだ行けてんけど、なんか今日ほんまに時間なくてびっくりするぐらい、だからほんまにもうめっちゃやばくて用意するのが、だからねちょっと一部はストレートだったんですけど、ストレートで写真撮る時間もなくて。写真撮れなかったんですけど、ストレートおろしでそれぐらい時間がなかったわけですよ。でなんかいつも今日かマスカラを2個重ねてるねんけど、1個重ねるの忘れてて、で涙袋の鍵もあのもう一回濃くしようと思ってたのに忘れてて、すごい今日は不備が多かったんですけど、まあ OK です。きっとそれでも可愛かったので100億満点あげます。あとねめっちゃ好きなやつもらってきた。なんか今日かあんまりお菓子もらわないんですけど、これは好きです。はい、お腹空いてきたな。ハリボーのスターミックス、これめっちゃ美味しいね。まあ京香は正直この白身が好きなんですよね。だからなんか白身、まあでも白身だけはなんかまだ違ってくる。これほんまに美味しい、おすすめ。だけどなんか白身だけやと面白くないじゃないですか。京香は飽き性だからこのいろんな味が入ってるやつじゃないと嫌なんですよ。だからねいろんな味入ってるこれが好きです。そう、グミの白身が美味しいんだ。ちょっと今はグミの気分じゃないので食べないです。着きました、嬉しい、ありがとう本当に。え、そう、目玉焼き入ってるやつ、目玉焼きがめっちゃ美味しいです。目玉焼きのやつ美味しいよね。今日もありがとう、大好きだよ、ありがとう、楽しかった。ていうかさ、てかさ、前髪微妙すぎん？
今日は意外と負けてる。全チームのやつのせて食べてみた。全部混ざったらどうなるんやろう。でも美味しそう普通に。今日かチーム E のトッピング食べたいんですよね。ホルモン結構なんかハマってて、多分隣のレーンからハート送ったら帰ってきてキュンキュンしちゃって、そろそろ会いに行かなくては。会いに来て、いつでも。まだまだ全日程行けますから。てか11月30日に今日か、なんか今日気づいたんですけど、今日か11月30日がハロウィンやと思ってたんですよね。でなんか今日すごい動物の格好してる人が多くて、なんか今日そういう日なんかなと思ってたら、なんかあれらしい、今日が一番ハロウィンに近い日やったらしくて、だからめっちゃみんな仮装してて、完全にミスったなと。ミスりました。だけどなんか結構何回もショールームで確認したんですよ、みんなと。10月30日ですよってハロウィンは。で今日も、あそうだ10月30日だみたいな。31日、そう何回も言ってんねんこれ、マジ怖くて。で確認して、ここで10月31日やっけ、10月30日、それすら分かんないんですけど、10月末にハロウィンってなんか今日も一回理解したんですよ。でなんかだけど忘れてて、でなんか11月30日ハロウィン当日だみたいな、ハロウィン当日にできるのかと思って、ちょっとあんまコスプレ最近してないんですけど、まあやらなくてはと思って、ハリーポッターやろうって思ったんですけど、普通に普通の日でした。まあだけど、まあコスプレはね結構毎回誰かしらはやってるんで、まあ別にいいんですけど、まあしかもハリーポッターなんてもうほぼ制服やしな。でもね今日ね帰りになんか魔法どころじゃないわ、いかにもスタジオツアー帰りなんだろうなっていう親子がいて、もうマジ可愛くて、なんかその子はきっとお母さんがハリーポッター好きで、で娘にも見せてるんだろうなって、まあ勝手な想像なんですけど、めっちゃちっちゃい子がなんかグリフィンドールの格好してて、ちゃんとローブみたいなの着て、めっちゃ可愛かったよその子が。でなんかお母さんもカバンになんかヘドウィグのストラップつけてて、それがめっちゃ可愛くて欲しいと思ったんですけど、しかもスタジオツアーの袋みたいな、分からんけど杖の、いかにも杖が入ってそうな箱袋持ってて可愛いと思って、いいな今日かもスタジオツアーマジで行きたいんですけど、豊島園のやつ。でもマジ一生グリフィンドールとスリザリンで悩んでて、ハロウィンといえばさっき大富豪でハロウィン京ちゃんアイコンゲットした。お嬉しい、使ってください、ハートありがとう。マジで行きたいんですけど、でもなんかどれぐらいの広さでどれぐらい遊べるかがわからんくて、なんか一日それだけのために行くのがちょっと怖くて、だからちょっと何かの時に行きたいんですけど、でもマジでハリーポッター好きな人じゃないとスタジオツアーには連れて行けないんですよ、さすがに。さすがにハリーポッターすぎて見たことない人はさすがに連れて行かれへんや。入園料も結構高かったし、5、6000円ぐらいした気がする。だからさすがに結構マニアじゃないと東京までは連れて行かれへんなってなって、結構困ってます。でもほんまに感動するらしいや、そこすごいらしいね。だってさ、なんか結構さ、なんかあまあまあやったみたいなことって結構あるじゃないですか、何事に対しても。でも本気でもう、まあ、全然知り合い、友達もなんかハリーポッターめっちゃ好きな子が行っててめっちゃいいって教えてくれたし、なんかネットでもなんかここは本当に行った方がいいとよく聞くので、マジで行った方がいいなって思ってます。結婚してちょっとスタジオツアー行きたすぎてやばいんで無理ですね、さすがに。なんか行きたい場所めっちゃ多くて、そのハリーポッターと
ユニバとディズニーに行きたいんですけど、すごいマジ行きたい。しかも杖でなんか対戦とかできるらしい。やりたいよな。構えやりたい。絶対にグリフィンドールの格好していきたいな。ローブ着て頭にヘドウィグ乗せて。シュークリームありがとう。ハリーポッター舞台もめっちゃよかった。え、行きたい。きょうちゃんのおかげで友達できてね。なんかね、きょうかのレーンでよく友達作ってるみんななんかよく教えてくれる。なんか友達できたみたいな。一昨日ディズニー行ってきた。え、うらやましすぎ。なんか今日通り過ぎてマジ苦しくなった。行きたいみたいな。なんかね、多分最後に行けたの8月とかなんですよ。だからちょっとさすがにそろそろって思ったけども、8月に行けてたなら十分か。次はいつ行けるかな。ハロウィンの時期行きたかったけどちょっと厳しそう。きょうちゃんの対戦の構えがめっちゃ良くないこれ。ありがとう。マジユニバ行きたい。どうしよう。きょうちゃんと同じオルメルつけていた。え、お揃い嬉しい。オルメルめっちゃ可愛くない？オルメルの首から下げるやつがほんまに可愛すぎてお気に入り。ディズニーで行った以来はなんか1回だけ行った。結構その直近で1回行ったんですよね。なんかもうめっちゃあの時ディズニーハマってて、もうやばい行きたいみたいになって友達誘って行きました。花雪乗れて大満足でした。初対面であの連番の距離感なのすごいってなった。なんかさ、やっぱ強化に似て、多分なんか推しに似るって言うやんか。だからめっちゃなんかあるかも、フレンドリー。みんな社交的でしょ絶対。なんかマジでなんか社交的な気がする。同じく首からオルメルかけてた。え、お揃い嬉しい。あれほんまに可愛いよな。守りたくなるオルメル。なんかすごい、なんかみんな友達できたみたいな、声かけてもらって友達になったんだみたいな教えてもらうたびに、なんかすごい強化に似てめっちゃフレンドリーだなーって思う。マジ強化友達作るのめっちゃ得意なんですよね。友達作りたいな。結婚してちょっと友達から始めようぜ。友達作るの好きやから。オールナイトフジコ出てないです。きょうちゃん推しなのに全く社交的じゃありません。まあきっとそういう人はめっちゃ社交的な人からナンパされると思います。きょうちゃん好きな友達の輪が広がって好きだねそれな、どんどん広がっていく。なんか最終的にさ、なんかもう何年後かのトーク会さ、あれじゃない、レーン全員友達みたいな、友達チーム友達チームになってそう。きょうちゃん一回行ったきり行けてない。え、来てよ、いつでも待ってる。あとありがとう。誰とでも友達になれる。え、今日かもなんかよく自己 PR って書いてた。なんか誰とでも仲良くできますみたいなよく言ってた気がする。なんか特技っていうか自分の長所、長所だ、長所がなんか社交的で誰とでもすぐ仲良くできるところですみたいな書いた気がするな。いつか知らんけど。お、15分経った。早いですね。
私も昨日行っただけでみんなね優しく話しかけてくれて嬉しかった。すごくない？みんな優しい世界すぎる。どうせでも OK、 もちろんさ待ってるから。久々にきょうちゃんに会えて予想以上にきょうちゃん喜んでくれたの嬉しかった。そうめっちゃ久しぶりで嬉しかった。面接の人に言われて、じゃあ友達になってよって言われて気まずかった。えめっちゃいいやん、なんか普通に友達になりたい、気になる、で喋りたい。なんかどういう気持ちで面接してるんですかって。友達作りたい、友達欲しい、マジもうすぐに話しかけたくなっちゃう。普通に街中の人とかともなんか友達になりたいって思っちゃうもん。握手ドキドキしてました。初握手はドキドキだよな。チームメッソン TikTok R マジ見てください。きょうちゃんと推しが同じですぐに仲良くなるときにいます。いやーちょっとさすがにもうマブやけど、ちょっと譲りはしないですけど同担は友達です。まあ仲良くしていきましょうや。結構なんか京香と同じ趣味の人多くて、あれみたいな、全く同じじゃないかってなること結構あります。緊張してました。またすぐに会おうね。結婚してちょっともう終わりなので無理です。ハートだるまありがとう。でもねちょっともう京香覚えないといけないこと、練習しないといけないことが結構たくさんあって、ちょっとそろそろちょっと今日もね長めにやりたいとは思ってたんですけど、もう無理そうですね。早めに終わってお風呂入って早く寝たいと思います。仲良くしような。友達の作り方、話しかけてみる。ツッコくされたらよしよししたくなる、よしよししてほしい。頼ます。あとありがとう。優しい世界、生きるとしたら来年、来年待ってる。来年1月にありますね。明日の朝寒い、寒いんや、ちょっとほんまに嫌。なんかさ、マジ今日が効率重視すぎて、なんかゲッタンかっこよすぎて惚れた。まあ今日が結構割と意外とロッカーだったので、ゲッタンはお手の物ということです僕キッズロッカーだったから。ロックダンスもできるんだ。だからゲッタン余裕です。見てください。気になった方はチーム S の TikTok 見て、たくさんいいねとコメントと共有をお願いします。ファイト、ありがとうございます。頑張ります。また来週会おう、みんな。豊洲ピットでお待ちしてます。すごいね、みんな今日たくさん褒めてくれて、特にやっぱりなんかコンサートの話になると、みんなお待たせセットリストが本当に良かったとの声をたくさんいただけて、本当に嬉しかったです。今日もできて嬉しかったし、なんかみんなも喜んでくれて、ハッピーだなと思いました。ありがとうございました。じゃあ明日に向けて終わりたいと思います。ちょっと悲しいんですけど、改めて2日間ありがとうございました。間違えてハロウィンだと思ってコスプレをすることにしてしまった。11月30日もとっても可愛いと噂の初サンタキョウちゃんも、衣装を着る日も、可愛い私服も楽しみにしててください。もうね昨日の私服見て分かったと思うんですけど、僕の私服可愛いので、楽しみにしててください。早い者勝ちですので、みんな早め早めにゲットしてくれたら嬉しいです。わ、ロイヤルドレスの生写真、今日までらしい。あれはファンクラブ限定かなのやつですよね多分。ありがとう、買い増ししやすい、嬉しい。みんないっぱいゲットしといてください。で会いましょう。時間なんて何本あっても足りないですから、
もうトーク会も握手会もぎょうちゃんが寂しくないようにみんな会いに来てくれたら嬉しいです。11月の握手も会いましょう。絶対に会おうね。約束だよ。必ずしもみんな会いに来てくれたら嬉しいだけろ。待ってるけろ。じゃ13陽次郎、12カオス、11ムアイスコーヒー、10位リニア、9位アンドハロー、8位お仕事中、7位おむすびさしけ、6位ウジ、5位藤原、4位ドンドロ、3位ワカ、2位ワッチ、1位ウエモンでした。ありがとうございました。みんなまた明日会いましょう。頑張ってきます。おやすみ。